これ町ですね。知ってはんのちょっともう一回見てみたいな。人いいですかね。好きな、そうだからパイで、はい、はい、品物ぐらいないです、ございません。はい、今、トライアル圧力ってどんだけあるんですか。そこにいますけど、今はすいません、もう ドライアル圧力ですか。6時20分に470キロ、パスカル、キロパスカルね。6時に420だったのが、20分間で470キロ、もともとは3、すいません、ちょっと急ぎのプラントデータです、はい、6時30分のデータで、水位がまた見えてきました。ダウンスケールから、片系がマイナス100ミリ、もう片系がマイナス3500ミリ、若干9時20分回復が見えました。これはね、あれはドライブラッシュは間違いなく説明に上がりたいと思います。ドライブラッシュ力は、まだ上がっておりまして、また改めまして、資料が送りましたことにつきましても、もう495でしょ、急上昇でしょ、内容につきましてもですね、これね、精査、時間足りますと、本当に申し訳ございません。回復してんじゃなくて、なんか変なの、変なの測ってんだよ。うん、もう少しブツブツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。で、こういう、お待たせしております。すいません。お待たせしました。はい。今、話してます。あ、そうですか。はい。あるかないか。あるかないか。たびたびすいません、小森です。直接お電話して、恐縮ながら。6時半ぐらいのデータの内容。6時ごろ、ダウンスケールして、会見で配られた資料から、はい、水約9時間ぐらいになって、では変わったわけじゃないですか、水は見えて、で、なんでそういうふうに変わったのかなっていうのが、マイナス100というのと、マイナス3500というのちょっと分からない、すみません、そちらもすみません、マイナス100はちょっと怪しいのかもしれません。ですから次の9時20分第2グループの時にですね、もう一度今の宿題も踏まえてご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。10分間での上昇には収まっておりませんので、この水位というのは比較的かもしれません。状況としては非常に深刻だというふうに判断しバルブについては、中層から対応すれば開けられる。私の損傷は進行していないことになります。さほどは。